で手術をしようとしてるんだったら、俺はちょっと一回待ちませんかって言うんですね。70で手術しましたっていうと、はい、整体婦科院長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3件以上の整形科、整体院、整骨院に通っても痛みが改善していない、そんな患者さん向けに根本的に痛みを解決しましょうという動画になりますので、ぜひ痛みで悩んでる患者さん、ぜひ見てみてください。松田さん、はいよ。ちょっと膝が痛くて、でも手術したくないですもう取ってつけたかのような言葉が出てきましたね。でも怖いじゃないですか、手術って。いや、手術はね、まあまあ、まあ本当にした方がいいパターンもあるんですけど、まあ俺が逆の立場でもあんましたくないよね、できれば本当に。で、頭取りができないからね、手術って。よく私も言いますけど、手術する前に整体一回受けてみませんかってやっぱ言うんですよね。本当に手術適用になりそうな人もいるんですけど、ちょっと治療して楽になるんであれば、関節寿命伸びるそうなのであれば、まあ私は整体の方が負担少なくできるんじゃないかなと思いますっていう感じ。ただ手術した場合もね、した方がいい場合もありますからね。今回はそんな手術した方がいい時と、まあちょっと大丈夫かなみたいな時がどういうのがあるのかをちょっと教えてもらいたいです。いやー、これでも持論だけどいい、はい、これ正解ないんで、手術いつやってももう大前提としてよ、手術はいつやってもどんな手術やってもこれはもう個人の判断だと思います、ドクターから勧められてやりますもやらないも自分の判断なん で、実際に手術しました、痛み改善しませんでした、歩く量が減りました、どん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 廃用になってて寝たきりになりましたって人も知ってるし、手術をした方がいいって言われて手術をしてめちゃくちゃ良くなって活動性も上がった人も知ってます。もうどっちも知ってるからこそ本当にもう正解が分かんないです。ただ最大限私の中でこっち寄りかな、こっち寄りかなみたいなのは経験上あります、っていう話はできるけど、最終判断は自分にあると思ってという前提であれば話はできます。はい、決めるのは自分だという気持ちで見ていただければ、一つの選択肢、考え方の一つだと思って聞いていただければいいかなと思います。私が言ったから正解じゃないですよ、自分で判断してくださいっていう前提でいきますよ。はい、まずこれは何個かあって、まず一つ目は手術がした方がいいかどうかはです。ちょっと聞こえなかったっすあれってないわ何ですか、一番はねこれです。もう手術した方がいいか、した方、やめてた方がいいは、俺一番まずはここ聞きます。そもそも歩けますか。いや、そこじゃない。膝のどこが痛いですか。いや、それも聞かないですね。手術するかどうかの一番最初に、そもそもっていう言いましょうか。はい、お願いします。これは何かって言ったら、まず今痛みで困ってますかって聞きます。めっちゃシンプルですけど、ドクターに勧められたから手術しようと思ってますって人がほとんどなんですよ。じゃあ今痛みがあってどんなことで困ってますかって聞くと、いや別に困ってはないけど痛いって言うんですよ。痛みって何で取りますかっていう話よくしますけど、痛みは活動性を上げるために取るわけですね。で、痛みがあるから億劫になるとかもちろんあるんだけど、痛みがあって活動がちゃんとできてる、自分で動けてる、で動く中で痛みがあるから、いやスーパー行くのやめて車で行こうとかってなるんだったら、ちょっと話は別、活動性下がっちゃうじゃないですかね。今までやったことができなくなって抑えていく、これはできるだけ避けたいけど、今までやってたことが今まで通りできるけども少し痛いとか、もうちょっと動くと痛みが強くなるで手術をしようとしてるんだったら、俺はちょっと一回待ちませんかって言いますね。痛みの度合いも結構あるんですよ。人によって我慢できる人と我慢できない人いるんですけど、活動性が維持できてるのに手術するって痛みは取れるかもしれない、もしかしたら。でも手術した時の痛みもあるし、手術してだいたい2ヶ月ぐらいやっぱ寝たきりじゃないけど動けない時期続くじゃないですか。でなると活動性下がるんですよ。手術のせいで活動性下がった方が意味がないじゃないですか。で活動性があって筋肉量も減ってって、でどん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 痛みが出てきて活動性また下がってって悪循環になるんだけど、だったら痛みあるけど動けてるんだったら、これは痛みをしっかり取れるように、例えば筋肉つけるとか緩めるだったりとかを整体の方でやってって、痛みをどうにかできるようにしませんかって話になる。ただ痛みがあって活動性も下がってるんだったら手術は検討してもいいかなって気がするけど、活動量が下がってないんだったら俺は別にしなくていいんじゃないかなって。めっちゃ根本だけど一番大事じゃないですか。はい、大前提です。大前提、痛みなんで取るの、活動性上げるためなのに、活動性は別に今困ってないのに痛み取りたい、まあ
だったら痛みを取るために、まあ痛み止めでもいいと思うし、湿布でもいいと思うし、温めたり緩めたりとかで対処療法やりながらでもいいから、この活動性を維持するっていう方が大事な気がする、うん、それやっぱ年でいいんじゃないかなって個人的には、はいはいはい、2ヶ月寝て筋肉量も下げてお金もかけてやるものではない気がする。これは俺の個人的な価値観と、はい、手術をして寝たきりになって筋肉量も減ってて、この悪循環の負のスパイラルスタートするのは手術っていうのはおかしいよねって話なんで、まず最初に一番最初に何で困ってるんですかって聞きますね。ちなみに手術ってどんなものをするんですか？いろんなパターンがあるけど、まあ一番的には TKA って言って、まあいわゆるトータルで全部膝を変えましょう。いわゆる膝ってこんな風になってて、いわゆる大腿骨が太もも側と肩骨側ってこの2つがあるんだけど、どっちも金属に変えましょうってね。あ、これ前置関術って言いますね。前置関術、膝関節の前置関術って言います。もう本当に全部膝は全部変えましょうっていう前置関術であったりが、まあほぼほぼかなっていう気がします。だからもう膝ばっくり開いて、もうここを削って金属をガンガンガンって入れていくみたいな。本当にもう手術見たら分かりますけど、もう大工ギャーって骨切って、カン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 って本当にもう本当にもうやってくるんですよ。で、金属なんでこんな骨みたいに滑ったりとかして動かないんで、だいたい120度ぐらい行くとボンって抜けちゃうんですよ。脱臼とかしちゃうんで整体とかできないんですよ。だから和式の生活してるかどうかとか、そういうのも関係する。和式の生活してる人にじゃあ TK しましょう、 TK したら正座できないんですよ。床で生活できないんですよ。で、自分で靴下とかも履くのもめっちゃ大変なんですよ。とかなってくるんだったら、活動性今困ってないのに手術したら靴下履けない、和式の生活もできない、やめときましょうってなるんですよ個人的に。はいはい、だからこういう前置関節 TK みたいなやつ、この時に生活背景とかも必要になってくるかな、まあ、これが一つ目で一番大事なこと。はい、二つ目、これも大事。このね、2つが一番私は大事にしてるかな、手術するかしないか。なんで困ってますか、痛みで何ができないか、活動性を確認する。あとはこれはさっき言った TKA とかすると金属が入るんで、あることが起きるんですよ。錆びちゃう。おお、素晴らしい、その通りです。人工関節なんで、あの骨とかみたいに、まあ骨もそうですけど寿命があるじゃないですか。で、金属も寿命があるんですよ、摩耗したりとかするんで。で、大体これがね、私が入ってる時は15年って言われたりとか20年とか、やっぱ今伸びてますけど、だいぶやっぱでも金属なんで変えないといけないんですよ。そうなった時にこの金属自体を入れてまた変えないといけないタイミングになるかどうかも結構大事で、で例えばですよ、70で手術しましたっていうと、例えばこれ金属寿命が15年とした場合、85歳ぐらいでもう一回手術しましょうとかなるわけじゃないですか。で、骨自体も痩せてきてるから合わないんですよ。じゃあ手術しましょう、85で手術しましょう、で2ヶ月間寝たきりって結構もうやばくないですか。ちょっと考えちゃいますね。そう、でもしないと膝がグラグラだから動けないんですよ。だからそのだいたい寿命を見て15年だとしたら、だいたい60ぐらいで膝が痛くって手術した方がいいぐらい変形してるっていう場合だったら、60だったら進めるかもしれないけど、これが75とかになってきたりとかすると、75で2ヶ月間ぐらい動けない期間がある、怖いよねってなりますよね、うん、手術のせいでその負のスパイラルが起きちゃうかもしれないじゃないですか。筋肉量減って膝に負担がきて痛みがまた強くなってっていう負のスパイラルが起きるんだったら、75だったら以上だったら私は進めないかなと思います。その人の状況にもよるけど、で75でまた手術して90ってなるわけでしょ。えってなるよね。そうだったらどうにか、今の膝の状況もよるけど、ちょっとお勧めしないかも。で、60歳とかだったら75で手術しましょうとか、80手前で手術しましょう。だからまだギリギリいけるかもなんじゃないですか、はいはい、だけど本当にすげえ悪くない限りは私はあんまりお勧めはしないかもしれない、うん、今はもちろんね、画商って言って手術した後の期間も短くはなってるけど、やっぱり切るんでね、筋肉量も減ってくるし、やっぱり痛みも強いしね、実際切ってるんで。ってなれば、でも一番最初のやっぱ生活上で問題がなければ手術する必要ないでしょって話だけど、生活上でめちゃくちゃ困ってる、痛みが激しくて動けない、活動性も下がってる、で年齢を気にした状態で75以下とかであればすごい確率が高いかなって気がします、うん、けど75を超えてる場合とか80代になってて手術しますかって言われたら、俺はおすすめはしないな。逆にその2ヶ月間とか1ヶ月間寝たきりの状態にする方がリスクが高い気がする。っていう年齢と生活上困ってるか、この2つと、あとはいろんなものありますよ。内科疾患がどうとか、糖尿病とかあれば傷が再生しにくいんで、もう1ヶ月で合唱がいいとか3ヶ月になったとか、ね、なったりもするから、内科疾患とか見ながらしますけど、やっぱ年齢と生活上困ってるかってところはめちゃくちゃ気にするかなと思いますね。そんな感じですけど、はい、これって金属にするわけじゃないですか、うんうん、痛みが出てくるんですか、それともボロボロになって
って使えなくなっちゃって、そもそも膝が動かなくなっちゃうんですか？あ、膝が動かなくなるというよりは、あのもう本当に膝のグレードってあって、はい、あのもうボロボロになってると曲がりも伸びもしない、固まってるだけなんですよ、はいはいはい、もうなんかこんな風にもうなんかねじれてて、もうすげえ大脚のおばあちゃんとかあるじゃん、はい、あれになってると半月板もないし軟骨もないから痛みはないんですよ。で変形がないけど痛みがあるっていう時がやっぱ40代とかの膝の痛みとか、はい、だから変形ないんだけど中でもねじれまくってて痛みの物質がもう傷つきまくってるみたいな状態で、傷つきまくって変形しまくってると逆に痛みはあんまないですよ。でも変形してると動きにくいじゃないですか、この後手術しましょうってなったり、はい、痛みがあるんだけど しっかり変形がない状態だと別に生活上あんま困ってないことが多いんで、まあ、その場合だったら結構整体でやってった、変形があんまない場合だったら整体とか徒手で改善することは多いかな。やっぱ筋肉量だったりとか逆に後ろ側のふくらはぎ硬くなってて前側が全然使えてないとかだから、ここをしっかり改善したりとか、脛骨外旋症候群でこの回線を直していくために運動療法をしっかり出たりとかすれば結構膝の痛み改善すること多いんで、変形がひどくて歩けないとか歩くのが億劫になってるとかだったら手術は考えてみたいな気がします、うん、だいたい両方するんで2ヶ月入院して次また半年後に2ヶ月入院してとかなんですよ。だったらめちゃくちゃ結構かかるじゃないですか。そうっすね、両足しちゃうと次はもう金属でって感じになるから、うん、慣れたら次こっちになると、まあ、結構1年ぐらいかけてやっぱ両方やるんで、若い時じゃないと結構難しいですよね、うん、体力とかがあるから、あと生活上困ってなければおすすめしないかな、はいはい、うん、っていう感じなんで、まあ本当にこの、あ、なんでしょうね、膝の痛みってでも膝が悪いんじゃなくて股関節とか側関節が悪いことがほぼほぼ多くて、もう膝関節被害者なんですよね。だからもう被害に遭ってるだけ、股関節が曲がれば膝が曲がるし、ね、側関節が動かなければ膝がそんなに動かないといけないし、でそれによって水が溜まったりとか活液流が悪くな流れなくなったりして痛みができてるだけなんで、しっかり改善するためにはやっぱこの緩めるだけじゃなくて鍛えていく、で筋肉のバランス良くしていく、でこの運動療法ってもう世界的にもうスタンダードな治療になってますから、まあ、運動療法をしっかり取り入れることによって痛みが無駄ない、痛みが無駄ないって根本改善できるようになってきますってやつを私もやってますんで、接待復活全国にありますんで概要の方にチェックしてもらって、ぜひ店舗の情報を見てみてもらえれば嬉しいなと思います。で近くのね店舗のホームページ見てもらって、電話もしくは LINE で予約してみたり根本的に解決してみてください。はい、ということで今日はここで終わりにしたいと思います。今日の話よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価コメントいただけるとねすごく励みになりますし、こんな情報も欲しいなってことを書いていただければ私の方でもねどんどん発信していきますので、ぜひねそちらの方も書いてみてください。あとは概要の方に店舗の情報を貼っておくので、じゃあ根本的に解決したいって方はぜひねそちらの方もチェックしてみてください。はい、ということで今日はここで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。注射とかもあるじゃないですか、うん、あれは痛み止めを注射してるみたいな感じなんですか？中で傷がつくと炎症が起きて水が出るんですよ、はい、で水が溜まると中の動きを悪くするんですよ。なんでこの水を取ってるっていう場合と、はい、この中に潤滑液があるんですけど、それの潤滑液もなくなっちゃってるから動きが悪いがあるんで、その場合は中にヒアルロン酸だったりとか動きやすい活液の、まあ、いわゆる油みたいなやつを入れるみたいな、はいはいはい、だから抜く場合と入れる場合でもどっちにしても膝を動かしやすくするため、錆びちゃってるから中に油を入れるパターンと、中がパンパンになっちゃってて動かない場合は水を抜いていく、はいはいはい、でもどっちにしてもまた水が溜まるし油がなくなるからまた打たないといけないん で、うん、でこれで結局ずっとやってると膝がどんどん悪くなっちゃうから、うん、まあ、根本的に全部治療しようねって話がメインかなって気がしますね。はいはいはい、うん、大丈夫ですか？はい、